こんにちは、ロスジェネ世代の皆さん。私も昭和47年生まれ、ロスジェネ世代でございます。いいことはほとんどありませんでした。たまたまネットで当たって40からね、なんとなく人生盛り返してきて、それからの10年、ここまで突っ走ってきて、やっと50ですよ。で、ここでね、AI ってものが出てきて、AI にちょっと尋ねてみたことがあるんですよ。それは、ロスジェネ世代の方々の救済策は何かありませんか ?3 つぐらいちょっと教えてくださいよって聞いてみたんですよ。まあ、こちらの方、ちょっと一緒に見ていきましょう。どうぞ。 AI はこのように回答してくださいました。質問なんですけども、ロスジェネ世代に該当するワーキングプアの方々への救済策を3つ教えてくださいというように尋ねました。そうすると、まずロスジェネ世代についての説明があります。ロスジェネ世代とは、第二次世界大戦後のベビーブーム世代のことを指し、現在では高齢化が進んでいる世代のことを指します。彼らの中には年金受給額が低いために貧困に陥っているワーキングプアの方々も多くいます。以下にワーキングプアの方々への救済策として考えられる3つの提案を示しますということなんですよね。はい。で、それぞれね、まず1つ目、2つ目、3つ目とこのような提案がされています。1つ目、社会保障制度の改善。あ、これはね、本当に急務ですよね。政治判断だけでできますから。はい。ワーキングプアの方々は年金受給額が低く、生活が苦しいという問題があります。うん。そのため、社会保障制度の改善が必要です。例えば、年金制度の見直しや、低所得者向けの生活支援制度の充実などが挙げられます。また、医療費の負担軽減も必要ですということで、誰もが考えつきそうなことですよね。AI が言っても答えは同じ。なのに、自民党だけは全く違う答えを出してくるんで、本当にけしからんやっちゃうなと思いますね。はい、二つ目が、AI の本当に名回答ですよ。というよりも、これ誰もが思ってることですけどもね。こうなってます。賃金の改善。うん。ワーキングプアの方々には低賃金で働く人が多くいます。そのため賃金の改善が必要です。例えば、最低賃金の引き上げや、労働時間の短縮による賃金改善などが挙げられますということで、賃金上がる、上がらないっていう問題はもう30年間やってきましたけども、全然上がってないんですよ。ね。で、物価は上がっていく。税金は重くなる。賃金は上がらない。これじゃあね、貧困になりますよ。一体ね、この貧困 DV、自民党はね、私たち国民をどうしようって言うんでしょうね。結局、中間層以下の所得が低いと、お金がないから、せっかくのミドルクラスの商品が売れなくなって、その中間層も貧困層に陥るわけですよ。こうやってね、負のトリクルアップが起きるんですよ。トリクルアップって変な言葉ですけども、下から順番に引きずられていくってことですよ。だからね、私はこう思うんですよ。トリクルアップってやつをやらなくちゃいけない。トリクルダウンっていうのはね、安倍総理がアベノミクスの中で考えてたことですけども、上に金をばらまいたら上でしっかりとね、もう支えて下にこぼれてこないんですよ。金持ちだけで金回しちゃうんで、だからトリクルアップなんですよ。お金がない人にお金を渡すと、どんどん使うでしょ。今まで我慢してたものが鬱屈景気って言ってね、もう鬱屈してたものでボンボンお金使うんですよ。美味しいもの食べる、服も買い替える、なんだったら車を買っちゃうぞ、旅行するぞって感じで、みんなハッピーでエンジョイするわけですよ。そうしたら、中間層の商品ももっと売れる。ということで、大企業の商品はもっと売れるって感じで、トリクルアップが起きるわけじゃないですか。そういうふうに思うんですけどもね、金持ちにいくらお金あげてももっとお金が増えるだけじゃないですか。で、結局一生かかっても使い切れないわけでしょ。だからね、ワーキングプア、そしてこのロスジェネ世代に対しては、お金をどんどんね、もっともっと与えなきゃダメですよ。そう思いませんか?ね。じゃあ3つ目、ちょっと読んでいきましょう。はい。3つ目はね、ロスジェネ世代の当事者たる人々にも、ちょっとね、課題が出ているのかもしれません。それはですね、社会参画ですよ。そして AI の回答としては、社会参加の促進ということでございます。これはね、社会に入っておいでよっていうふうな、社会制度の促進っていうのも必要ですけども、ワーキングプア自身がね、もう引きこもっちゃったりとか、億劫になるんじゃなくて、人見知りだとか言って50になっても60になっても言うんじゃなくて、まず自分を変えることからですよね。結構社会って明るいですよ。そして暖かいですよ。でも社会に背を向けてしまえば、暖かさは感じれないと思います。AI はどのように回答してるでしょうか。ワーキングプアの方々は社会参加が十分にできていない場合があります。そのため社会参加の促進が必要です。例えば、社会教育の充実者、地域活動への参加の促進などが挙げられます。社会参加が増えることで、社会的ネットワークが広がり、生活の改善につながる可能性があります。まあ、これはね、唯一、
ロスジェネの当事者の、なんか心の持ち方も変えていこうよってところで課題が残るのかなと思います。やっぱりね、問題はですね、ロスジェネ世代はこいつらやる気がないって言って切り捨てられるような、そんなね、ことになっちゃいけないんで、いや、俺たちはチャンスさえあればやったんだよと。で、手を抜いてきたわけじゃないんだよと。好き込んで引きこもったわけじゃないんだよっていうところをやっぱり見せていくところかなと思いますんで、まあいつまでもね、人の足を引っ張るようなコメントをこちょ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 ね、部屋の中で書くんじゃなくって、人を励ましたりとか、支えてみたりとか、こんな俺だけでも頑張るぜみたいなね、意欲を見せていくことによって、やっぱりね、社会と融和していくっていうところも必要なのかなと思うんですけどもね、どうでしょうかね。新しいアイデアがありましたらまたお聞かせいただければと思います。それでは、ロスジェネ世代に該当するワーキングプアの方々への救済策、AI が3つ答えてくれましたけども、皆さんの救済策はどんなものがあったでしょうか。令和新選組万歳、いってらっしゃい。